ケアゲ発電所は、京都府京都市左京区淡田口鳥居町一番地に設置され、関西電力が管理する水路式、流込み式の水力発電所である、ビワ湖第一疎水から取水し、ビワ湖疎水に放水している。1890年に通水を開始した、ビワ湖疎水第一疎水に関連して、翌1891年6月に、第一期ケアゲ発電所が運転を開始した。 営業用としては、日本最初の水力発電所である。東発電所の電力は、近接する、ケアゲインクラインの動力源として用いられ、近隣に配電されたほか、1895年に、開通した京都電気鉄道でも使われた。1912年、第二疎水の完成に伴い、第一期ケアゲ発電所が取り壊され、第二期ケアゲ発電所が開業した。 1936年には第1期発電所の跡地に第3期発電所が建設された。1942年に京都市から関西拝殿に現物出資され、2017年現在は関西電力の発電所となっている。第2期毛上げ発電所の特徴的なレンガ造りの建物は現存するが、 発電所としては使われておらず、白いコンクリート作りの第3期発電所が現役で稼働している。2001年に、琵琶湖疎水の発電施設群として、恵比寿川発電所、隅染め発電所とともに土木学会戦勝土木遺産に認定されている。2016年、米国電気電子学会より IEE、e、マイルストーンに認定された。2018年2月5日、 関西電力による、ケアゲ発電所見学会の募集が開始された。同年3月2日以降、毎週金曜日の午前と午後の2回に分けて開催される。1回あたりの定員は20人。ありがとうございます。